はい、どうも皆さん、こんにちは。高藤直人です。ですね、私今、現在ちょっとスペインで、セミナーしに、柔道教室しに、スペインに来てるんですけど、今日、グランドスラム、アンタレアのドローが発表されましたね。そこでですね、今回も、ちょっとね、いつも画面収録やりながらなんですけど、時間なくて、見ながら、僕が見ながら、ちょっとその、トーナメントの画面いつも見ながらやってるんですけど、見ながら画像には映せないんですけど、もしよければ、皆さん、トーナメント見ながら僕の喋りを、聞いてくれたらなと思います。ではやっていきますですね。60キロ級いきましょう。はい、結構出てますね今回ね。ヤン選手が第1シードで、A ブロックはブリエフ、ヤン・ブリエフ、あとウズベキスタンのルジエフ、この前タシケントで優勝したルジエフ入ってますね。でそこにエルディスと、ここはヤンが行くんじゃないのかな。だけどルジエフが結構、まあでも寝屋崎だからヤンかなと思ってて、まあ、ブリエフも強いけど、まあそこまでその判定はしないのでヤンなのかなと僕は思ってます。で B ブロックがまあここレボールがシードなんですけど、エンフ台湾かな。まあエンフ台湾っぽいな。結構これヤンいいな皆さん。でムヘイズがブルシーにいて第2シードですね。そこにそこのブルシーにセリクバエフ、先週かな、先々週優勝したセリクバエフが入ってますね。でベス、ムヘイズなのかな。ムヘイズ相当強いですね。で、D ブロックがバラトフ、パンターのペラストラテンかな。ここはちょっと読みにくいけど、バラトフがちょっと上なのかな、ペラストラテンよりかは。まあ、安定感あんまないんで、ムヘイズとヤンの決勝なのかな、と僕は思ってます。もうサクサクこっちゃ、結構時間ないんですよね海外でこんなやつを思わなかった。じゃあ次66キロ級阿部ひくみいきます。これはもう阿部の優勝で間違いないでしょう。まあひふみが優勝するけど誰か来たらめんどくさいっていうのは、この UAE のモンゴルから移籍した選手ちょっとめんどくさそうだな。他はいないな。うん、まあ、チョッパのワンチャンあるかなという感じで。で、プール B がカイヤー、ヌリライフ、カイヤー、ヌリライフ、カイヤーかな。まあ、だけど、カイヤーめちゃくちゃ相性いいんで、ひふみ全然問題ないですね。違うやつが来た方がめんどくさいでしょ。めんどくさい。知らないやつの方が嫌でしょ。で、プール C にガルシア・トルネがいて、アンバール。この前はガルシアは勝ってるんだけど、どうだろうね。アンバウルが次は勝ちそうな気するけどな。ちょっと微妙なとこっすね。で、その下にティロボフ、エモマリ、マンジ、あ、ここ結構面白いね。アイベック、ウール。結構面白いんじゃない？でもなんかマンジーが無難なんだよな、やっぱ。まあでもエモマリに勝てないかな。いやー、エモマリだとマンジーが食うもあり得るのかなと思ってます。で、ティロボフとアイベック。アイベックの方が俺は強い気がするけど、どうだろう。まあ、60上がり多いね。まあ下は、ガルシア。アン、ティロボフ。俺はマンジーかな。ちょっと、この前、エモマリ良かったから、そんな安定してるタイプじゃないから来ないのかなと思ってるけど、オリンピック前に、エモマリやっておきたいっすね、ひふみは。エモマリ。負けるはないけど、最後、世界選手権でやって結構時間かかったんで、粘られたらめんどくさいんで、ちょっとここでやっておきたいのかなとは思います。まあでも、間違いなく優勝はするでしょう。73いきます。大丈夫です。
73。ユルドーシェフとね、2人出してたんだよね。アハド、フクタム、これ結構争ってますね。ウズベキスタン。ユルドーシェフの方がポイントは高いんだろうけど、アハドがこの前良かったから。と、ワンディケ。ワンディケ。まあ、ユルドーシェフがここは無難に上がるかな。プルビー。あ、モルドバか。いや、ここ結構いないな。あ、マルゲリドンがいるか。マルゲリドン。マルゲリドン。マルゲリドン強いと言われて、これも結構わかんないからな。ここ全然読めない。プルシーはハードフと、これ荒れそう。でも今回。プルシーアハドフが行くとは思うんだけどな。他がパッとする選手いないっすね。プルディがステンプ。ステンプか。ステンプ久しぶりに出てた。ちょっと待ってください。ヨーロピアンチャンピオンシップ。あ、すみません。掃除のおばちゃん来ちゃった。ハンガリーマスターズ7位。じゃあね、いやー、世界選手権からあんまいい結果残せてないですね。まあでもステンプ、ここで多分調子、そろそろ調子上げてくるだろうし、まあ多分できればウズベキスタン2人の決勝とか見たいですね。そろそろ決まってくると思うし。はい、8。81は永瀬選手が出ますね、永瀬。は、今回ね、カッセとかいないからね、負ける選手は、いない。まあ、それなりに層は厚いから81あれなんだけど。シュミットが大シート。でもこれ、タタラシビリが上がってくる可能性あるな、全然。だとして、で、あれなんだよね。プール B に永瀬がいて、うわ、めんどくさいな、結構。2回、勝って、エグディゼか、ポルタボエフ。ここあんま消耗したくない、かな。で、アルバイラクか。いや、結構めんどくさいとこ入ってるな。無難に行けば勝てるんだけど。で、下側のカナダ、プルシー、カナダ、ガウザー、ツヤ、ドラペア、読みにく。で、デビット。ここに誰かいないかな。クベストフ入ってますね。と、ジャロ。ジャロが爆発してくる可能性もある。ここは。で、プール D にマフマドベコフ。マフマドベコフ。エスポジトは優勝したからな。まあでもマフマドベコフの方が強いと僕は思ってます。マフマドベコフ決勝あり得るな。永瀬と。まあ永瀬がとりあえず上がっていただきたい。頑張れ。90。シルバモラレス。あ、トリプル出てるわ。うわ、上。トリプルと、ガントゥーが勝った方がシルバーモラレスっていう結構、あれだな。シルバーモラレス来てな。その後、あれ。モシャフリシビリ。まあまあだと思うけど、結構めんどくさいとこ入ってるね。シルバーモラレスは。で、チェリディス。ニーマン。ニーマンたまに行くからな。最近あんまなんだけどね。ニーマン。で、ズガンク。ズガンク、シェロフ、ズガン、ここはプルビア、ズガンク。このフランスのやつも結構めんどくさいらしい。
ガーヤップハン、ハンボー、こうな読みにくいけど、こうやりにくいらしい、これは。クラメット。クレメット。まあ、ズガンク最近、この前2連勝してたしね。どんな調子で来るのか、地元で。全然決勝あり得るかな。で、三四郎が、三四郎、いいんじゃない？デビッドだし。微妙どこがいない。ジョージアとかちょっと怖い。全然大丈夫でしょ。いいぞ、いいぞ。で、準決で、ボボノフとが見たい。てか、やっておきたい。三四郎は、ボボノフとやっておきたいと思うので、それを期待。マセド、ボボノフ。そうっすね、ボボノフと。今回ね、この前ちょっとパリで三四郎、一回戦で負けてしまったんで、こう調子よく、調子上げて勝っておきたいっすね。まあ、実力は間違いないので、全然いけると思います。で、100。アロン出てんだよな。ウルフは、ちょっときついかな、ウルフは。見た感じ。きついかな。冗談っす。冗談っす。冗談っす。ちゃんと考察していきます。すいません。コレルのところに、ダニエルいるな。ダニエル。ゴンザレス、ゴンザレス。フォンセカ。結構出てるね。ドッセン。まあ、来れるだろうな、こう。フォンセカが、鬼ポテンシャル発揮しない限り多分、きつい。来れるのが強いと思う。で、アダミアンのとこ、プルビアアダミアン。アダミアンちょっと強いんだよな。ここはアダミアンでしょう。アロン、アダミアンとカニコフスキーどっち出るんだ？これ一人で出てるから。カニコフスキー決まってんのかな？で、プルシエルナハス。ニキフォロフ。ククォル。エルナハスこの前良かったけどな。そんな連チャンでいいっていう時がないからククォルがあるのかな？で、レイズのところにさ、ウルフ入んないでよ。レイズがポイント取らないといけないのに、アロン入っちゃったら。アロンがエルナハスのところに入ればよかった。本当に。ちょっと、ウルフが空気読めてないですね、これは。レイズのところにいつも入る。絶対に入る。相当仲いい、もう。まあでもいいんじゃない？アロン的に見ると、全然いいとこ入ってます。この前優勝したやつだ、ブラジルの。まあ、日本人はやりやすそうなタイプなんで、大丈夫でしょう。百長。タツルが出てたな、グランダ。ちょっとレベル低いかもな、今回。レベル低いっすね。タツル普通に勝ちそうだ。あ、いた！やばいのいた！プール D に。リネール、ここも一番注目かな。決勝でリネールとしっかりとやっておく。なんならもういけるっていうのを見せておくっていうのが大切ですね、タツルからしたら。だからやっぱりこれ勝ち上がりも気持ちよくポン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 いきたいな。やべ、超楽しみですね。じゃあ、女子もさっと見ていきましょう。女子は、ここは、角田さんが出てるって、スクッドとメンズ1回戦か。この中立選手団の子強いんじゃなかったっけ？タシケント優勝してるね。これ上がってくる可能性あるな、全然。スクッドだったら全然。で、ガンバーター。ここモンゴル準々なんだ。これ争ってんのかな？争ってんか。いや、マジである。
上、あの中立選手団の、なんて読むんだろう、ギリアゾバ、ギリアゾバあるな。でまあ下はね、はい、もう無敵でしょ。この前あの角さんとランドリーさせてもらったけど、マジで強かったから、ここは余裕でいく。全然もうね、相手いないっすよ、ほら全然いない。フランス勢いなかったらちょっと厳しい。だね。まあでもこのあの中立選手団のやつやっておきたいな、決勝で。次52、阿部詩、はい、優勝、優勝した。なんかあんま調子良くないみたいな記事読んだけど、そういう問題じゃないでしょ。ピメンタ、ピメンタと準々、ジフリダと準決か。あれこいつするんじゃない、こっちを、で決勝ジャイルズとちょっと久しぶりにやりたいね、組手とかもね。うん、ぐらいかな、言うことないっす。優勝した。57は出口がまた出てて、今回出口一人だな。ここしもうマジでちゃんと勝ってポイント取っておくっていうのは大切になるらしいから、うん、まだ負ける相手はいない、いないいない、全然普通にやれば余裕で優勝かな。シルバとか上がってきてもね、決勝全然問題ないからね。リマ、レンさんちょっと下から上がってきてほしいな、と頑張ってほしいっていう、まあ願望ぐらい。まあでもここも、うん、出口の優勝で、で63が、あ、このカナダのね、世界ランク1位の選手が出てて、まあまあ結構無難に上がってくるでしょう。で B にティモと渡辺清美、頑張ってほしいな。クアドロス、ティモだったらいけるんじゃないかな。うん、一回勝ってティモなんで、そこはちょっと期待したい。でクアドロスもまあそんなあれだし、まあまあいい、ずっと出てるから年齢的にもちょっと、でもなんか最近まあまあ勝つよな、36歳だもん。うん、大丈夫大丈夫。で田代が出ます。63、うん、そうっすね、63も今回そんなレベル高くないんで無難に行くんじゃないかな。無難に田代が勝つと思われる。70、こっからはもう女子日本いないか。このドイツのブトケベイトめっちゃ出てる気がする。トビリシ、タシケント、トビリシ、パリ優勝。これ強いよな。19歳。キムポリングと、キムポリングもママなんで、あれ、帰ってきたから、ここは頑張ってほしいっす。ロドリゲス入ってんのか。ロドリゲスもちょっと頑張っておきたいな、オリンピックまでに。あとはね、角田愛もね、まあれ結構席を残してるけど、ここで一発優勝したいよな、角田愛。で、タイマゾワが来た。タイマゾワ結構注目だな、もう今回の。中立選手団、ロシアの国の人ってピーキングうまいんで、マジでオリンピックに向けて。そこ結構見とかないと危ないっすね。この前の試合も中立選手団良かったけど。で、ワグナー、サンパイオ。あ、ワグナーかな。あ、ここも争ってるとこ。ワグナーの方がちょっと上かな、今ポイント。またドイツの決勝なんじゃないのかなと思ってます。
長期はね、ちょっとね、今回ね、微妙っすね。中国がどんなもんかっていうのが一番見ていくところ、見とくところだと思います。うん、あとフォンテーヌとトロフは順々で当たっちゃうんか。そうっすね、まあここの勝負もちょっと面白いとは思うけど、まあそれぐらいなんであれですね、上級若干レベル低いかなって感じです。はい、こんな感じでやっていきました。ちょっとサクサクっとやってみたんですけど、マジで楽しみですね。阿部兄弟出てるし、今回全員が、オリンピック代表選手っていう、日本がね選手ってことでめちゃくちゃ注目が集まってると思うので、みんなで応援していきましょう。ではまた次の動画で、バイバイ。